いっこさんこんにちは。今回ですね、新型コロナウイルス対策のまああのまあなんですかね、選択公金ですか、あのあたりをね、やっぱり紹介していただいてありがとうございます。まあそういうふうな視点っていうのもね、やっぱり私たちにも必要かと思いますので、普段されている選択の、まあ、柔軟剤にちょっと入れてみるとかね、でまあマスクにね、マスクに抗菌剤をこう振りまいてみるっていうのはやっぱいいアイデアだと思いますよね。単なるマスクよりもやっぱりそういったことで効果を高めるというねこともあると思いますし、で大事なのがね、いっこさん、あのこういう話題をどんどん出していくっていうことなんですよね。でおそらく皆さんね、いっこさん以外のお住まいのお近くの方とかね、それからお会いになる方とか職場の方っていうのをどうですかね、新型コロナウイルスの話題って出てますかね。それからいっこさんが愛知にお住まいなんですけども、例えば街を歩いててね、新型コロナウイルスに対策されてるとされてるような思えるような方がそんなにたくさんいるかなってことで、多分ね、私たち意識があるものが、意識がね、もう失礼ながらない方に、新型コロナウイルス怖いらしいよとかね、今こういうふうにして抗菌自分はしてるんだけどっていうふうに語りかけることによってだんだん意識がついてくると思うんですよ。ですからまずは自分が防御するっていうのが最低限なんですけども、防御した方法を今回動画で上げてみたいに、あの YouTube 以外の方にもね、やっぱお知らせしていくっていうのかな、身の回りの方とか近所の方とか、例えばこうちゃんをお送りしたらそこの周りにいるね方とかに、今本当に新型コロナウイルスむちゃくちゃ怖いらしくって、この町にもなんか来てるらしいから用心しましょうみたいなことを言うとね、だんだんみんなで警戒するようになると思うんですよね。だからそういったこともまあ、予防になるのかなと思います。精神ですね、意識の予防ってやつですね。で今回ちょっといっこさんに聞いてみたいのは1個あるんですけども、今回動画作ってくださったじゃないですか。でその中にね、できればこれがあったらいいなっていうのがあるんですよ。それが一つが、いっこさんのお住まいのその生活圏はどういう風なね、形なのかなってことです。例えばね、こういうことなんですよ。私昨日福山駅前に行ったんですよ。そうすると駅前ですから人はね、まあ割と歩いてるんですけども、マスクをしてる方が何人ぐらいいたかなとかね、で駅からはやっぱり他の東京とかね、大阪から来てらっしゃる方も多いと思うんですけども、まあどのぐらいそこにね人の賑わいがあったかなとかね、閉店してる店はあったかなとか、要するに自分で勝手に感じることでもいいと思いますけども、そのコロナウイルスに警戒してる感があるのかないのかっていう街の様子をレポートしていただくと、もっとね、愛知が分かりやすくなるかなって、いっこさんのお住まいの、ね、周りが分かりやすくなるかなってことなんで、これがプラスアルファされるともうちょっといいかなと思いますよね。ちょっと私も知りたいところだったんで、まあお話しさせていただきました。それではね、いっこさんの元動画、どんなね素敵なアイデアが入っているのか動画説明欄につけておきますのでご覧ください。